金東順は大韓民国在住の脱北者。2008年にソウルで朝鮮民主主義人民共和国の工作員であるとの容疑により逮捕されたが2009年に無罪となった。北朝鮮工作員が暗証花のまま父である。金ンスンを朝鮮労働党39号室参加の朝鮮体制総局の高級幹部であるとする暗証花による証言がある。また、 岩章花の母との間の実施である次女は国家安全保衛部の工作員であり、長男は国家安全保衛部で運転手を務めている。名無子は北朝鮮の近英南最高人民会議常任委員会委員長の息子と語っている。水原地方検察庁、景気地方警察庁、国家情報院、国軍機部司令部による合同捜査本部により2008年に 岩礁下と共に逮捕された。自宅からは朝鮮労働党の党員証、偽造パスポート、タンパラジオ、北朝鮮最高人民会議の金英南常任委員長の家族写真、高長用元朝鮮労働党書記に関する資料などが発見されている。その後、官庁罪で起訴された。逮捕時には岩礁下と共に工作活動を行っていた。主な任務は脱北者らが、 北朝鮮国内のどのような人物から情報を得ているのかを把握し、これを北朝鮮に報告することだったとされている。中国で貿易業をしていたため、北朝鮮の情報をよく知っているなどと話さ様ざまな脱北者の集まりに接近して、脱北者団体に情報を提供している北朝鮮の現地人が誰なのかを調べていた。ソウル市内で一人暮らしをしており、 近所の社会福祉館のコンピューター講座などに参加していた。脱北クシャラの証言では身長は172センチ程度で痩せ気味であり、髪はいつも整発量で整えは各旺盛な印象を与える外見にしており、上舌で人との交際を好んでいたとされている。ありがとうございます。